デジャブガールズの突撃リポート。みなさんこんにちは、とがいデジャブガールズの奥田しおりです。さあこの動画はですね、私たちデジャブガールズがホールの魅力を皆様にレポートするという内容になってます。さあこの動画を見ればあなたも紹介するホールに行きたくなっちゃうかも、っていうことで今回やってきましたのは岐阜県多治見市にあります、じゃじゃん、ケーズ多治見店様です。さあ皆さん多治見ということで全国一に争う暑さということでとっても暑いです。ということで涼しい店内どんな風になってるのか早速行ってみたいと思います。行ってきます。ケーズ多治見店さんは路縁パチンコ468台、1円パチンコ108台、20円スロット280台、5円スロット36台、総設置台数892台の大型ホール。突撃リポート。さあそれでは店内に入店。わお、すごい、見てください、この中央通路すごい広い。いやこんだけ広かったらお客様も歩きやすいし、すごい遊びやすい空間だと思います。はい、それでは中央リズからすぐに入った左手にありますパチスロー北斗の拳天性の小コーナー、まずは紹介したいたいと思います。さあ早速じゃあコーナーの中へ入ってきましたが、すごいお客さんですね。いやここ実は中央リズから入って左手にあってですね、すごく目立ちやすいところのコーナーなんですけれども、曲線がガラガラでいて広く通路が取られたりして、とっても遊び心があるコーナーの作りにもなってます。そして聞いてください、今日本当は平日なんです。平日なんですよ。なのにこのお客様の量は素晴らしい、たくさんのお客様がプレイされてます。さあ東海エリアの花々ファンの方お待たせしました。続きましてはスペシャル花々2コーナー行ってみたいと思います。さあ早速こちらも中に入ってみたいと思います。こちらもですね、やっぱり東海エリアは花々ファンの方が多いということで、なんとここケーズ多治見店様ではこのスペシャル花々2、こちらの機種だけなんと93台も導入されています。さあそんなにねご遊戯のチャンスが多い、遊戯台が多い状態なんですけれども、こちらもたくさんのお客様がプレイされてます。そしてさっきから綺麗にお花が咲き乱れております。さあやってきました、花花コーナーのお隣もどこか分かりますよね、マティスロー AKB48 のコーナーやってまいりました。さあこちらもやっぱり注目台ということでたくさんのお客様いらっしゃるんですけども、先ほどから演出がとっても盛り上がってます。最前列でライブが楽しめるということで、皆さんもぜひこちらの AKB48 コーナー楽しみに来てください。さあそしてですね、スロットコーナーでは来てください。スロットコーナー USB コードが使えるようになっておりますので、こちらで携帯の充電をしながらご遊戯を楽しんでいただくことも可能です。奥田、喉が渇きました、喋りすぎましたということで、ふら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 やってきましたのがじゃん、カフェデケーズさん来ちゃいました。さあこちらのですねワゴンさん、毎回毎回可愛い衣装でお出迎えしてくれるんです。見たいでしょ、見たいでしょ、見たいでしょ、来てからのお楽しみです。でも本当可愛いから見てくださいね。ということでこちらの
おすすめメニューはアイスココアと聞いております。そして特別に皆さんすいません、作ってもらっちゃいました。もう今すぐ飲みたくてカラカラなんですけど、お行儀が悪いということで休憩室でゆっくりいただきたいと思います。休憩室どこだ？こちらの休憩コーナーはテレビ、さらには雑誌や漫画などもあるのでゆっくりくつろぐことができます。突撃リポート。さあ続きましてはパチンココーナーやってきました。さあ刑事立ち見店さんはパチンココーナーもド迫力になってるんですけれども、まずはじめにこちら海コーナー来ました。なんとこちらの海コーナーは108台、108台ということで大波が押し寄せるほどのすごく盛り上がってるコーナーになってます。さあ続きましてしおりがやってきましたのはパチンコゆうパチコーナーです。おー、さあこちらのゆうパチコーナーですね、先ほどの海コーナーと同様108台というすごくたくさんのご遊戯台でお客様のご来店をお待ちしております。なんと新台入れ替えの時はですね、新しい台から懐かしい台までさまざまなご遊戯台揃ってますので、皆さんぜひぜひチャレンジしに来てください。さあ続きましては1円パチンココーナーやってきました。さあこちらの1円パチンココーナーもですね108台というとても多い1円パチンココーナーなんですけれども、もう先ほどからお客様もたくさんということで、こちらがね真っ赤っかに光って店員さんも忙しそうです。さあこちらはですね懐かしいなって台から新しい新機種まで揃ってますので、ゆうパチ同様皆さんに楽しんでいただけるコーナーとなっております。さあケーズ立ち見店にいらっしゃる皆さんにお得な情報をあげるということで、カウンターの前にこんなものがありました。見てください、イヤホンです。こちらのお店ではイヤホンの貸し出しを行ってまして、ご遊戯台の横のモニターでなんとテレビ番組を楽しめちゃうんです。そういう時にご遊戯中の音が気にならないようにこちらのイヤホンで聞きながら見ながらご遊戯をしていただけるというわけです。こちらはですね海コーナーの横とかにも設置されてますので、皆さんぜひご利用ください。さあパチンコスロットを楽しんだ後は皆さんもちろん景品ですよね。ということでこちらのケーズ立ち見店さんはですね、見てくださいこのラインナップ、おもちゃから食べ物から飲み物まですごい生活用品まで揃ってます。本当に私もたくさんのお店行かせていただいてるんですけども、これだけのラインナップがあるのは本当に珍しいです。ということで私はこちらをいただいて帰りたいと思います。突撃リポート。はい、戻ってきました。お外に暑いということで快適な店内から皆様にケーズ多治見店さんのリポートをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。さあ私はですねこんな広々とした店内で自由に歩き回り、そして美味しいココアまでいただき、とっても楽しみながらリポートをさせていただいたんですけれども、店内とってもですね本当に広いっていうのをすごく感じました。そしてですね1円パチンココーナー4円パチンココーナーから5円スロットコーナーとかまですごくたくさんのご遊戯台もあるので、さまざまなお客様のニーズに合わせてご遊戯楽しんでいただけるお店だと感じました。さあ私はですね岐阜県民なので、ぜひ私はプライベートで遊びに行きたいなと思ってます。ぜひ私に会ったら声かけてくださいね。っていうことで出ちゃうガールズの突撃リポートでした。またね。